世界地図世界地図は地球全体、あるいは大部分を表現した地図である。主に以下の事柄がシンボル化した記号、文字、図形、各種色彩などによって平面上に表現される。1875年、明治に描かれた世界地図図法とは球体である地球上にある地形を平面の地図に遮影する際に用いる手法である。 目的に応じた地図の投影法を用いる。世界地図では地球表面のほぼすべてを一枚の平面に投影するためどうしても歪みが大きくなるが、それゆえに様々な工夫がなされてきた。赤道を基準線とした円筒図法が同位度、同経度の関係を一目で把握しやすく最も多く使われている。その中でも昇格であり太陽航海に用いられてきた。 メルカトル図法が世界地図の代表的存在である。しかし、メルカトル図法は縮尺の変化が大きいため、厳密な昇格性を必要としない用途では、他の円筒図法や偽円筒図法もよく用いられる。その中でも、成績性が求められる場合のために、偽円筒図法の三孫図法やモルワイデ図法が考案された。一方、偽法位図法であるエトフ図法や、 ハンメル図法は形状がモルワイデ図法に似ており歪みはモルワイデ図法よりも小さいが19世紀末の考案で歴史が浅く異線が平行直線でなく軽移動を取りにくいせいかモルワイデ図法ほど利用されていない一つにまとまった地図として描くことを諦めれば歪みを小さくできる19世紀初頭までは昇格図法である弊社図法により世界を 西半球と東半球の二つの円に分けて描く方法が多用された。グード図法では複数の成績技円筒図法を切り裂いて繋ぎ合わせている。さらに大マクション地図では多面体に心者投影して切り開いている。逆に国連記では世界を切り裂くことを避けて南極以外を連続して描く制御法位図法を用いている。バビロニアの地図古代では 自分たちが生活する土地の周りの世界観を描いていた。例えば古代に作られた世界最古の地図にバビロニアの地図がある。このバビロニアの地図では世界の中心地をバビロニアとし、そこから見渡すことのできる部分を円盤状に描いており、一番周りの部分を海が取り囲んでいるという見方をしていた。中世では競技によって 世界観が左右されていた。例えば、中世のヨーロッパでは、キリスト教の教義によって、世界観が強制されていた。その教義によって、キリストの生誕地であるイスラエルのイエルサレムが、世界の中心とされた。また、東方に存在する楽園を、地図上では上に描き、アジア・アフリカ・ヨーロッパの三大陸を描いていた。トゥーズ近代になると、 植民地の分割の必要性などにより、より、今までの世界地図よりもさらに正確な地図が必要とされるようになった。その一つのメルカトルの地図がある。メルカトルの地図では、東角航路が直線で表されているため、目的地にも正確にたどり着ける。ただし、北アメリカ、南アメリカ大陸に関しては、多少不正確な点がある。絵文字として、ユニコード7.0から収録。 ありがとうございます。